この動画は2019年2月2日に購入したヨドバシカメラ .com の購入品紹介です。皆さんこんにちは、ピースケです。今回紹介するのはこちらですね。少しボリュームが少ないんですけども、ヨドバシカメラ .com で購入したものを紹介していきたいと思います。それでは早速開封していきます。はい、今回購入しましたのはこの5本ですね。シャープペンとそれからボールペンです。順番に見ていきます。まず一つ目がグラフセンホープロの 0.4 ですね。以前ですね、グラフセンホープロの 0.3 については購入してあったんですけども、若干ペンが細い気がしますので 0.4 を購入してみました。 0.3 と 0.4 の比較とかやっていきたいなと思いましたので、こちらを購入しました。 0.4 についてはこちらのノック部分ですね、こちらが緑になっているのが特徴です。昨日文房具屋さんに行ったんですけども、やはり 0.4 の会心ってなかなか売ってないですね。0.3、0.5 あたりが主流になっていまして、それ以上になってしまうと太めの芯が最近は流行っているようなので、なかなか 0.4 っていうのを見かけなかった印象ですね。はい、続いてこちらがエナージェルのフィログラフィーですね。こちらのレビューについては他の動画で詳しくあげるんですけども、簡単に言いますと、エナージェルの会心が使える高級軸ですね、こちらを購入しました。また別の動画で詳しくやっていきたいと思います。はい、続いてボールペンなんですけども、 0.3、0.8、0.5 それぞれシグノを買いました。裏面見ますと、こちらのモデルがユニボールの RT1 っていう商品ですね。この製品についてはネットで調べた情報なんですけども、 C300K リフィルらしいということなので、サラサとか、それからジェットストリームの単色ボールペン、それからエナージェルなどと同じ会心を使ってるということで、こちらを購入しました。先ほど紹介しましたこちらのフィログラフィーですね、こちらの返しに使えるということなので、今回購入してみました。それぞれ太さの比較などをして、おすすめの太さを紹介していきたいと思います。はい、それではこの動画はシンプルなんですけども、以上になります。それぞれの詳細レビューに関しては次回以降の動画でやっていきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。